ベイノ・ウードリーは、スロベニアの元バスケットボール選手。ニューオーリンズ・ペリカンズの選手育成部門担当コーチを務める。日本語表記では、ベイノ、ベイノ、ベノ、ウドリー、ウードリーとも表記される。ユーゴスラビア連邦、スロベニア・ツェリー出身。身長191センチメートル。体重93キログラム。父親や兄もプロバスケットボール選手となっている。 バスケットボール一家に生まれた。1997年に、スロベニアの2部リーグで、プロデビュー、翌シーズンから3期1部リーグで、プレー2000年には、リーグの新人王を獲得。この年には、スロベニア代表にも初めて選出された。そして、国内競合の KK ユニオンオリンピジャニー席。その後、イスラエルのマッカビテルアビブ BC やロシアのアバトーダー、サラトフ。 イタリアのオリンピア・ミラノなど数チームでプレーした。2004年の NBA ドラフトでサンアントニオス・パーズから1巡目28位指名を受け NBA 入り。80試合に出場、平均5.9得点、1.9アシストの成績を残す。チームも2005年の NBA ファイナルでデトロイト・ピストンズを下し NBA チャンピオンの一員となった。 その後出場機会が減少するも、チームは2007年の NBA ファイナルで、クリーブランドキャバリアーズを4連勝でスウィープして、優勝した。サクラメントキングス時代のウードリック2007年から8年シーズン開幕前に、ミネソタティンバーウルブズに放出され、直後に解雇された。その後シーズン開幕直後にサクラメントキングスと契約。 エースのマイク・ビビーの欠場もあり、いきなり先発に抜擢され活躍。スターターに定着し、2008年のオフ次には、ロサンゼルス・クリッパーズなどが興味を示したが、キングスと5年3330万ドルで契約を結んだ。2010年12月22日のゴールデンステート、ウォリアーズ戦では、キャリアハイの34得点。 同年3月22日のクリッパーズ戦では、キャリアハイの17アシストをマークした。2011年の NBA ドラフト開催日の6月24日に、ボブキャッツミルウォーキーバックス・キングスの三角トレードで、バックスへ移籍。2013年2月22日にオーランド・マジックとの大型トレードで、マジックへ移籍。2013年8月9日に、 ニューヨークニックスと1年127万ドルで契約を結んだ。2014年2月25日に解雇された。2014年2月28日にメンフィスグリズリーズとシーズン終了まで契約を結び、シーズン終了後の7月16日に2年420万ドルで再契約をした。2015年11月10日、マリオ・チャルマーズ。 ジェームズ・エニスとの交換で、ジャーネル・ストークスと共にマイアミヒートにトレードされた。2016年8月18日には1年140万ドルで再契約したが、10月23日に解雇された。2016年10月24日にデトロイト・ピストンズと契約しシーズン開幕のトロント・ラプターズ戦に出場した。2017から18シーズンは BC ・ジャルギリスで、 プレー以降は、選手契約はできず、ウェストチェスターニックスのコーチを経て2021年より、ニューオーリンズペリカンズの選手育成コーチを務めていたが、11月28日に正式に引退を表明。コーチ業に専念することを表明した。2006年に、日本で行われた、バスケットボール世界選手権に、スロベニア代表として出場している。 ありがとうございます。